空港から降りてきてすぐにいきなりこんな首を打つのはあれなんですが、けどこれが参政党なんですよ。そういうことをしっかりと、ね、みんなで言い合っていく、ね、そんなこと言ったら、ね、先輩の、ね、議員としても先輩、年齢的にも先輩、そんな方に言うのは失礼かもしれないけども、参政党ってそういう党なんです。そうやってみんなで勉強し合いながら一緒にね作ってきた党なんですよね。だから今回の選挙、勝ち負けに関係なく、もちろん通っていただきたいんですけど、勝ち負けに関係なく、ね、みんなで作る、そういったものをですね、沖縄に根付かせていきたい。だから中松さんが当選したら他の県会議員と同じ動きをしてもらっては困りますし、党としてはさせません、はい、他の県会議員と同じようなことをするんだったら参政党から立候補してもらったら意味がないでしょ。一番私が中松さんに期待していることは勉強からしてほしいんです、那覇の町で、はい、定期的に。そしていろんな先生方呼んで、ねね、皆さんで情報共有をしてもらいたい。そして今沖縄にどういう課題があるのか、ね、どうすれば沖縄の問題が解決できるかということを議員だけじゃなくて市民の皆さん、県民の皆さんが一緒に考える場所を作ってほしいんですよ、ね、沖縄ってやっぱり特殊なんです。メディアも、ね、イデオロギーがあるし、ね、場所も特殊です。そして歴史も、ね、アメリカに、ね、占領された時期が長いから特殊ですよね。だから当然本土の人たちと考え方が違う、見方が違う、ね、当然なんです。でも私ね、それいいことだと思っている。実は昔は、実はね、昔の時はなんで沖縄のメディアは違うこと言うんだとか、なんで沖縄県民はそういう判断するんだ、おかしいんじゃないかと思ったことがあるんですね。けど長く政治に関わってくると、いや実は斜めから違うところからものを考えている沖縄の県民の方々の考え方の方が的を射ていることもあるよねということがよく分かってきました。私が不勉強だったんですね。ですからそういった沖縄の方々が持っている視点で、沖縄の方々が感じている日本に対する思いで、これからの日本の活動を考えてもらいたいんです。そして本土にいる我々にもメッセージを送ってほしいんですよ、ね、本土の人間ね、ちょっと気が抜けすぎだぞと、ね、沖縄最前線、国防の最前線、ね、経済もなかなか厳しい、そういった我々からするとですね、今のその本土の政治のやり方では持たないよというふうなことを突き上げてほしいんですよ。それには県民がもっと政治に関われる、もっとどんどん意見が言える、ね、そういった空間を中松さん中心に作っていただきたい。それが参政党からの県会議員への強い要望です。はい、私はね、それをやっていただける方だというふうに感じたので、この間面談をして、はい、公認を、出させていただきました、党としてね。そういったことを作っていくんです。だから政策に関してはまだしっかりと聞けてない、もちろんお持ちだと思います。でもね、中松さんも参政党の議員一人、ね、しかも自民党にもトップによるわけじゃない、オールオケの兄を寄るわけじゃない、中立的な立場で独自路線でいきたいんだということで、今話を聞いています。それでいいと思います、ね、だから一人なんですよ、一人、ね、僕も国会で一人、ね、辛いですよ、一人は辛い、うん、それはね、よらば大使のおかげがいいですよ。けどもそれじゃあ新しいものは作っていけない。だから一人から自分たちの道を作るんです。そして細い道なんだけど、今はそれをどん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 仲間を支援者を上げていくことで太くしていく。それにはみんなでやっぱり集まって周知を集めるしかないんですね。この戦後77年日本人は政治とかそういう軍事とか哲学とか難しいことをですね、あんまり話さなくなりました。学校でもそういうことに触れなくなりました。むしろ戦後復興から経済成長してね、とにかく豊かに暮らせて安心安全であればそれでいいじゃないかというふうになってきてしまったような気がしますね。でもこれから時代が大きくであろうということを見越したときに、それでは立ち行かないかもしれない。だから今まだそうなっている段階で次を見越して準備をしていく、そういう政治活動を参政党はやりたいんです。そして中松さんにはこの沖縄県那覇市中心に選挙区があると、ね、那覇市中心の選挙区だから、ここでそういったみんなで日本の未来を考えたり、これからどうしていけばいいのかということを、ね、
考える場所を作ってほしいんです。そしてそこで集めた声をしっかりと県政に届ける、ね、今まではメディアも、自民党寄りですか、オール沖縄ですかみたいな、そういう二元論で色分けしてきたはずです。そうではないと、参政党は独自の道を作ろうとしてるよね。それは沖縄でもそうだし、日本全体でも新しい選択肢を作ろうとしているということ、この色合いがはっきりと分かれている沖縄で、自分で紫男っておっしゃってましたけど、はい、新たな路線を作っていく。参政党はそんな中松さんの活動を応援したい、サポートしていきたいと思っています。ね、で今日も、ね、パラッと見ただけでも沖縄県民の方もいらっしゃるけど、本土から来てる方々もたくさんいらっしゃいますね。 YouTuber の方なんか大体本土から来てますね。ありがとうございます。はい、大阪です。あ、ありがとうございます。奇跡です。はい、ね、ので沖縄でやってても参政党の活動は全国のみんなが見てくれるし応援してくれます。だから沖縄今までの政治っていうのはね、その地域地域の選挙区民に受けることを言ってたらよかったし、それで票がもらえればよかったというふうになる。僕もそうでした、市議会議員の時は。だって僕の街頭演説吹田でやってたって誰も聞いてないから、吹田市民以外はね。だから言って言えたんですけど、もう今これだけね、 YouTube でライブ配信もされてるんですよ、ね、だから私は、お、はい、ファイブが切れました。私はですね、こっちのマイク、こっちのマイク、こっちのマイク、はい、はい、すいません。これ私たちはもう沖縄県民に訴えるだけじゃなくて、沖縄県民の皆さんに訴えるとともに全国の方々にこうやって訴えていかないといけない。沖縄県民に向けた、ね、その場限りのリップサービスをしていたんではもう通用しないんですよ、ね、ですので多くの国民が新しくできたと注目しています。特に我々は、まあ、参政党現象と言われるようなムーブメントを少し起こしましたね。そしてその熱がどうせすぐ冷めるんだろうというふうに言われています。私はメディアにも言いました、熱は冷めてもいいんです。熱に踊らされてわー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 言ってるんじゃ政治はちゃんと進まない。大事なことは熱によって集まった人たちがしっかりとチームを作って政策を話し合い地道な活動を作っていくことなんです。だから一回熱は冷めてもいい、冷静になった方がいい。でも冷静にそういうものを作り上げていきながら、またね、こういった選挙がある時とか、ね、国が有事の時にはみんなが一気に熱を高めて動けるチームを作ればいいんですね。その基盤を沖縄の街で作ってほしい、沖縄県で作り上げてほしい。それが私たちが中松さんに期待している思いですし、そしてこの活動は必ず沖縄県民のためになると思っています。そうなんですよ、今日本人が一番大事なことは、沖縄県民もそうですよ、あれ大事なことは今の国際情勢を分析してこれからの日本の在り方を考えて、自分たち一人一人がどう生きていけばいいのかっていうことを自分なりに考えていくことです。今までみたいに右肩上がりで国の言うことに従っておけばみんながそれなりに幸せになれるという時代じゃなくなったんですよ。だから自分たちの人生はもう一度自分たちで計画し考えていった方がいい。最悪国の状況が悪くなったとしても自分や自分の家族や自分の会社は何とか生き残らせるような、そういった知恵を持って行動する勇気を持っていかないと、ね、自分たちが守れない、そういう時代に入りつつあると思います。だからそれを見越してしっかりと沖縄県民の皆さんと情報を共有し、政治のことを考えて具体的に行動していく、そういう地方議員が沖縄に絶対必要なんですよ。皆さんそう思いませんか。それを今5人の方々が目指して頑張ってくれています。私はたった2日間、ね、本当はね、4日間入る予定が台風で2日になってしまいましたけど、今日と明日、この県庁前の演説を皮切りに、5箇所で、今日5箇所か、で、明日も5、6箇所でやると思います。訴えていくのは同じことです。こういうことを皆さんと一緒に、考えていきたいし、訴えていきたい。そして一人でも多くの、今回は沖縄県民の皆さんに賛成とって、こういう新しいことができたんだな、新しい仲間さんはベテランですけど、あとの方はもうみんな新人です。30代、40代、50代、ね、
若い方々が、ね、何もないところから新しいものを作ろうとしているわけですよね。その挑戦に組の皆さんの参加を受けていきたいというのが今回2日間の私の思いです。でそのきっと、ね、一番経験があって展開金という一番難しい、しかも補選ですからね、一番難しいところで挑戦されているのが中松さんです。どうかこの中松さんの挑戦、皆さん力を貸してあげてください。そして、ね、参政党、中松さんの活動を通じて参政党というものがどういうものなのかということを知っていただいて、賛同いただける皆さんには参政党の党員にもなっていただきたい。一票入れてほしいんじゃないんです。これは参議院の時も言いました。一票入れて終わりだったら今までと一緒、違う。一票はもちろん入れていただきたい、でもその後一緒に活動してほしいんです。そういう人を増やしていかない限り日本の政治も沖縄の政治も変わりませんから。そので皆さんの受け皿になるのは地方議員です。国会議員じゃ多すぎるでしょ、ね、一人しかいないからみんなに会えないけど、地方議員は地元に根付いて活動してくださるから皆さんが会えるし話し合えるね、県民や市民が話したいと言って話さない議員ならダメですよ。中松さんにはその日本を考える人たち、日本沖縄のことを一生懸命考える人たちの思いの受け皿になっていただいて、しっかりと皆さんと議論をし沖縄の未来、日本の未来を考えていただきたい。それを皆さんにもお願いいたしまして、もう県庁前に置きます。また力の応援です。応援になってたかどうか怪しいですけども、はい、応援演説を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。じゃあ移動しますか。締めがあるんで。ラストサムライカミヤ。どこも森田。はい、どうぞ。ありがとうございました。よろしくお願いします。次の告知を言って、最後締めてください。皆さん、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。この神谷副代表から、美しい指導もありましたけども、やはり沖縄に対する代表、素晴らしいですね。私たちがなかなか気づかないところを指摘していただきました。本当にありがとうございました。皆さん、次はですね。